ケルベは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍に属す、町村である。ケルベの町域は、西ヘッセン山地の一部である、ブルクバルトの南端に位置しており、南側に位置する、大学都市マールブルクと直接境を接している。名前の由来となった、この町の首有は、ラーン川が、東から南に向きを変える屈折部の内側にある。 東からオウム川がここに流れ込んでいる。年間降水量は約644ミ、mm、リメートルと比較的少ない。これはドイツ全体で降水量が少ない方から1、3に入る。ドイツ気象庁の速攻書でこれより低い値を示すのは全体の29%である。最も乾燥する月は2月で逆に最も降水量が多いのは12月である。 12月には2月の1.5倍の降水がある。降水量の月間変動はあまりなく1年を通してほぼ同程度の降水がある。この町よりも降水量変化が小さい速攻所はドイツ全体のわずか1%である。ケルベは北西はベッター、北東はラウシェンベルク、東はキルヒハイン、南はマールブルク、西はラーンタールと境を接している。 この町は以下の地区からなる。EU の中心を示す標識本の理論測地学研究所は2004年に拡大された EU の中心点を北緯50度51分10秒統計08度46分43秒と確定した。この地点はケルベ町内町の中心から895メートル離れたカシューベンベクにあたる。ただし最新の研究では やや異なった結果が出されている。EU の地理学上の中心はゲルンハウゼンの近くである。ケルベではプロテスタントが優勢である。ケルベ、ビュルゲルン、シェーンシュタト、レッテハウゼン、シュバルゼンボルンにプロテスタントの教会がある。この他、クビーのケルベ地区にはカトリック教会と自由教会がある。ケルベは1244年にカルブとして 初めて文献に記録されている。14世紀にマールブルクの騎士、フォン・フレッケンビューオ領主として、ヘッセン・ホーハクの勢力下に組み込まれた。19世紀まで、住民の大部分は、濃度として労働していた。1850年に鉄道に接続したことで、工業的発展が起こった。この町は、過去15年間での人口増加率が、 マールブルクビーデンコプフ軍で最も大きかった町である。ケルベノ町議会は31議席からなる。ケルベノ町長は2001年5月以降、フォルカー・カルレが務めている。彼は当時の選挙で67%の票を獲得して、ロベルト・ツビックを破った。2006年12月3日に、フォルカー・カルレは再選され、さらに6年の任期を得た。 シェーンシュタットの紋章赤字に銀の帯。銀の帯の中には6つの逆向きの赤いハートが2列に配置されている。この紋章はシェーンシュタット地区の紋章に基づいており、領主ミルヒリングフォンシェーンシュタットの3つの黒いハートを集落の数の赤いハートに置き換えたものである。この姉妹自治体関係はケルベコシチェジナ姉妹自治体協会 EV によって進行。 保持されている。ビュルゲルンの旧教会ビュルゲルン地区には研究サークルが運営する郷土博物館がある。このほかビュルゲルン地区のオームタール通りには消防団をテーマとした展示スペースがある。シェーンシュタットの飛行場、ケルベには数多くの多彩なサークルがある。会員数約1000人の最大のサークルが TEB ケルベである。地区部のサークルの多くは そのコミュニティの社会生活、スポーツ、文化活動を担っている。1984年にサークルとして登録されたケルベ学生組合は毎年夏にケルベの通りでシュトラーベーレンという踊りを行っている。これには藁を巻きつけた若者が常に参加する。通行人や近くの住民はこのサークル際に寄付を行っている。バーグナー &CEO。CO 町の西外れにある産業地区には様々な手工業者やソーラー施設製造業者、バーグナー &CEO がある。ケルベの東側にもやはり大きな産業地区がある。ここには数多くの大規模な流通業者がある。このほか、シェーンスタッド地区にはホルツシミット社やディッケルとエレクトロニークがある。さらにズーフトヒルフェイ・フレッケンビュールは かつての同盟の大農場でエコロジカルでダイナミックな農業企業を経営している。ビュルゲルン地区の連邦道 B3 号線近くに大規模な産業地区の造成が現在計画されている。ケルベ駅県庁役場鉄道ケルベ駅では以下の鉄道路線が利用可能である。1時間ごとにフランクフルト、マールブルク、フランケンベルク、バートラスフェイキの列車が発車する。 ビュルゲルン地区にはマインベーザー鉄道の停車駅がある。バスケルベ及び町内地区とのバス路線は充実している。マールブルクへの接続は大変に良い。週末には夜行バスがマールブルクから運行されている。レッテハウゼン、シュバルツェンボルン、シェーンシュタットの間を幼稚園バスが運行している。自転車ケルベはラーンタール自転車道に面している。この自転車道は 観光やサイクリングによく利用されている。この他に、ケルベからビュルゲルン地区に近いキルヒハインへ至るオームタール自転車道もある。2007年12月に、ケルベからシェーンシュタットへの新しい自転車道が完成し、2010年秋にはシェーンシュタットからビュルゲルンへの自転車道が完成した。現在はさらに、ケルベからレッテハウゼンへの自転車道が建設中である。 これにより、ケルベと各地区及び上級中心都市マールブルクとを結ぶ自転車道網がほぼ完成する。ありがとうございます。